まあやればできるっていうことですかね。そうですね、ゴーとメントが分かんなくてもなんとかなりましたそっか。でも、いや、じゃあ今はその資格を持って普通のなんか どういうところで働いてるんですか？ Early Childhood って言うんですけど、はい、保育園。保育園ですね。じゃあ働いてる親向きのものですかね。はい。なので7時15分から5時半まで。7時15、早いから、5時半まで。すごいすごい。なんか日本っていうとなんか結構働いてる親でも7時を迎え、夜普通にやっぱ日本の会社に合わせてそのね、時間帯だから。ニュージーランドはしっかり 5時とか5時半に来るんですか？はい、7時半に例えば来る子はお父さんがもう4時半ぐらいにお迎えに来るんですよ。こう8時間働いて、はい、でじゃあそれ見るとやっぱそれほどみんな残業してないんだ。してないですね。私もそうですね。もう5時半から8時半から5時だったらもう5時に帰る。5時に帰れる。帰れます。ちょっとやっぱニュージーランドの職場はなんかこう働きやすい。働きやすいですね。ちょっとでもやはりヘッドティーチャーに性格が合えばなんとかなる感じですかね。幸運にもヘッドティーチャー日本大好きで。あ、いいよ。なんかひな祭りやろうよ。それすごくいい。やってくれたり、もうすごい先生で。あ、いいですね。まずはちょっと経験してみたい。ニュージーランドの幼稚園、保育園でボランティアでもいいからちょっと行ってみたいって、どう最初の一歩としてはどうしたらいいんですかね。直接見てもらおうか。まあそう、それも調べてはなんかそういう紹介してくれるサービスでも。いるんではないのかな。でもそうですね。何個かはい。まあいろんなパターンがあって、日本からだとやっぱそのエージェントさんを使うっていうのが一番。わかりました。でも何人か日本現地でニュージーランドだった人たちはもうひたすら自分の CD を配って。いればそうですね。ちょっと行きやすい。はい。そっか。エージェント通すとお金がかかるし。あ、そうなんだ。1週間2週間とか時間が決まっちゃうんですよ。あ、やっぱもっと伸ばすなったらお金も必要だし。ただ自分で向こうに行って自分で切りつけたらもうどれぐらいチャレンジをしたいのか。ただこれはすごい何人か日本人の人にお会いしたんですけど、向こうで全くエデュケーションバックグラウンドですか、経験してない、日本でですね、経験してなくて、自分みたいなちょっとまたちょっと違うパターンでも、彼女はどうしてもニュージーランドで働いてみたいと思って、でも彼女はすごい英語が上手だからもう子供に英語を教えるなんだっけ、資格も取ってて、そうなんで直接面接をしたらそのままフルタイムポジションもらえるとか、英語をある程度までいけば、まあ日本の保育士の資格がなくても経験がなくてもなれるっていう点ではニュージーランドすごいなって思います。いいですね。そうニュージーランドでリラックスタイム、その自分のオフの時間は何をされてるんですか？オフの時間はもうオフはしっかりあるはずなんで、はい、オフあります。まあじゃあ土日はそういう縁の行事とかは全くないですよね。土日はもう出勤しないっていう。すごいね。じゃあ運動、ニュージーランドは運動会も発表会もない。ないですよね。ただそのね、ファザーズデイとか最近やったらファザーズデイでいろいろなものを作ってあげる。ただ日本の行事みたいになんか舞台セットしてみんなで歌うとかはないんですよ。ちょっとね、なんかこうステーションを作ってこれをなんかお父さんとなんか作るとか、お父さんと遊ぶね。大人もこっちも気が楽だし、子供もそんなね練習とかをしなくていいっていうので、あ、いいですね。週末っていうのはフリーということで、もうゆっくり。はい。ニュージーランドはね、自然が豊かだから、トレッキング、山登り行ったり、ビーチに行ったり、ねビーチに近くにあるカフェでダラダラしたり。いや、いいですね。保育園のニュージーランドでの経験。そこまで、まあ、5年かかってしまっていろいろ話してくれてお疲れ様でしたすごいね、長いね、5年だって。まあでも英語が得意じゃなかったっていうので、まあそこだけかかったんですけど、皆さんというかもう興味ある人はもっとね、英語ができてるからスタートしてるというのは全然違うと思うんですよね。そのちゃんとしたプロセスを踏めば、ね、そうですよね。そう、そしたらもう5年もいらないと思うんです。すごい。それこそね、1週間後に仕事ゲットとか全然ありえる、ありえると思います。いいですね。自分は本当に情報がなかったっていうのが一番大きい。もうどんな言葉をね、キンディで使ってるのかとか、そういうところをね、もっと紹介できるので。あ、いいです。興味ある人はぜひ直樹さんのブログの方にここにリンクを入れますので、遊びに行ってください。いろんな、まあ、ストーリーとしてバックストーリーとか全部書いてあるので、またまた面白いんですけど、どういった情報が載ってますかね。もう今保育園で何をしてるのかっていうところが日常的なそうです。そのいいですね、イベントとか、あとはティファリキっていう教育要領とか今年変わったんですよ。リバイスされて、あ、そうなんだ。でそれを今読んでて、なんかこうニュージーランドってどういうことをそれに書いてあるんだろう。面白いよね。テファリキもうすごい戦略的で、テファリキ面白い面白い。うん、そうそう。もうアイデアが全然違う。あと先住民のマオリー族の言葉もすごい書いてあって、だからマオリ語まで勉強しない、マオリ語勉強しない、少し喋れるようになりました。まあ少しずつこれから紹介していきたいなっていうのと、あと実際ね、保育士として働くとこういうことをしますよ。ニュージーランドで保育士になるための全ての情報、私が欲しかった情報っていうのをどんどん。あ、いいですね。優しい、いいですね。皆さんぜひブログ遊びに行ってください。もし興味あればコメントをね、ブログに書いたりとかできるので、ぜひ皆さん興味を持っている方を、やっぱニュージーランドで保育士になりたいと思った人は、この方がエキスパートです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you so much. Yeah, see you. Bye. Thanks.